さて今週のイベント、ヘビ魔族襲来。これはね、復刻じゃないんだけど、まあ中級クラスかな、難易度50なんで。その割にスタミナ消費が20と結構激しいという。ぶっちゃけこれね、結構楽なんでね、俺はあえてこんな感じのメンバーでいこうかなと。まあヘビ魔族がいっぱい来るので、毒耐性を持ったキャラクターや、あんまりねシュガーは回復量が少ないから連れて行きたくないよね。なので毒耐性を持った騎士で壁にするか、うまく剣士を移動させて敵の攻撃をかわすという戦い方が有利かな。お、いいね、この集まりっぷり。まああんまり高ハピネスキャラはいないな。でもまあ大丈夫だろう、よろしく。なんでほとんど普段日の目を見ないアレン君をね、とテオで。まず開始時にここからスタート。次の敵来るまで結構余裕があるから、3コスを2人でもそんなに問題ないのが嬉しいところで、ここからいっぱい敵が上がってくる。で逆もまたしかりと。まあ早いうちから倒しとこうかな。で普段ほぼ使う予定のないキャラクターたちをよっ。お、もうこっちもちゃんと倒してくれてるな。よっ、痛い。こうやってね、戦闘に騎士を置く人が多いんだけどね、あんまり置かない方がいい。攻撃ができないんだよね。さて、とりあえず下から来るやつはほっといてもね、あんまり問題ないから。ちょっとこんな感じで、まず一番上からね、そんなに強いメンバーじゃなくても割と簡単に抹殺しきれるから、できればこんな感じでちょっとずつメンバーを入れ替えながら誰を回復させるのかという。そろそろ危ないね。ちょっと交代。で上を倒しきったら他の場所への援護で、この辺の登るやつも、はい大丈夫。一応ここはレタッチリのね、進化オーブイベントなんで連れてきてますよ。よし、そこで残ってる。無茶するな。そこどきゃ援護もできるんだけど、どかなきゃ援護もしにくいよ。さーて最後ボスがね、ここの上から2段目に出るんだけど、そのボスだけは気をつけないといけないんだよな。よっ、これが結構痛いんだ。逆側も危ない。死んでる死んでる。いいんだよなこれ。ギリギリ生き残ってる。アレンがお亡くなりになってしまっている。とりあえず上から順番にね、
で逆側でビームが行くっていうのが危ないんだ。だからあんまりもうボスは中央ぐらいまで動き寄せた方が後々楽なんだよね。あんまり気にせずに、ちょっと止めとこうかな。うここで安全に倒してからボスにかかりたいところ。もうちょっと来てもらおうかな。もうちょっと来たら突っ込ませようかな。そろそろ行こう。できればこっちに弾を飛ばしたい。よし。で回避。まあ割と楽だったねと。今回は攻撃系のスキル持ちを持ってきてないからな。大急ぎで倒すことができない。でボスのビームにさえ巻き込まれなければこのイベントはそんなに難しいイベントじゃないかな。草薙短技で言っててね、ボスの必殺を忘れてるとちょっと大変なことになるんだよ。ハピネス46がちょっと少ないな。というよりもね、仮にも難易度50なのにこうランクが20いってない人2人いてもクリアできるぐらいだからね。まあそういう意味ではだいぶ楽なイベントだねこれ。そして現在の出現率上昇がレタッチリだけど、これも持ってるからね。そして、進化合成、実はすでに進化オーブ集め終わっているっていうことなんで、進化してもらいましょう。それでは参りましょうか。はい、ゴッド。どんな感じ？攻撃範囲内のヒーローの防御力アップと狩人の攻撃力アップ、スキルが遠近範囲の狩人の攻撃力アップ。実は2枚出てるから覚醒してるんだよね。実際は 20% だったはず。運命を担う白鳥姫、まあスカジの方が強いかな。一応ゴッドがしたからね、こいつ連れてこのイベント創生の矢とか行くといいかもしれないねっていう。さてせっかくなので草薙短期でも行っておこうかな。ちゃんとメンバーいたと思う。普段日の目を見ることがなかったアレンとか使ったけど、実際はねこいつらそんな強くないからね。アスタロトを盾にするといいかもねっていう。アスタロトだっけ、毒無効騎士。パーティー編成、騎士一応いるんだよね。アスタロトだよね。まあまだスーパースーパーレアまではしてないからそこまで強くないんだけど、やっぱ毒無効ってのが強い。今回の敵の毒のダメージがかなりでかいからね、毒無効にできないと厳しかったりする。まあそれ以前にそんなに強くないという。まあハピネスも高いこのメンバーでいこうかな。あれ入った瞬間にすでに一人落ちてる感が。いない。それどころか CPU の援護すらない。よろしく、一応ピンチって言っとこう。まあ大丈夫だろう。早めのマナ供給。
無駄ダメージは食らえんぞ、こうなっちゃうと。やばいやばいやばい、可愛いができなかった、毒ってしまった。あとは他の2人のレベル次第だな。それなりに強かったら大丈夫なんだけど。よし、ちょっと回復もらおうかな。いざという時のためにマナは残しておきたい。よし、攻撃力ダウンされてしまった。毒ってしまった。守れてる？守れてるな。よっ、ちょっと壁にしよう。よし、切り捨てごめんだ。ふう、やばい、回復が欲しい、回復してほしい、回復下す。死ぬ、回復してください。わざと？びっくりするぐらい。さすがにちょっとびっくりするぐらい回復をかわされてたっていうか、意思の疎通がうまくできなかったね。正直進化してないベオとかいるから、これ結構周りのレベルも低いぞ。これもう毒るわけにいかねえな。死んだら積む。毒っちゃったよ早速。回復しとかないと死ぬ。よくしてあげるよ。ボスも来ちゃってるしな。もう1回ぐらいクリスタル直撃されるのは覚悟しなきゃきついな。きついきつい。挨拶代わりよ。こいつはきついぞ。よし、壁になってくれた。ボスは諦めよう。よし、止まんじゃねえよ。そこでボスにいっぱい突られるのは諦めるしかないな。
回復ちょうだい。まあここまで来たら勝ったな。ああ危なかった。この3人でもなんとかいけたね。ああ、お、いいよいいよ。さ、結構ハピネス高いよ。追加報酬に期待。うん、まあいただいておこう。うん、ランクもそんなに高くなかったから結構危なかったね。でもなんとか3人でもいける。もし落ちてる人がいたとしても最後まで頑張ろう。せめて CPU 欲しかったなっていう戦いではあったけど、まあこういったわけで草薙短期で行くときはいかにして毒にかからないかってことと、ボスのビームだけは絶対に食らっちゃいけないと。あとはもう最後諦めて普通にユニットを出してもよかったかなって感じだったね。まあそういう時のことも考えて、他のねハピネスだけじゃなくてメンバーの構成は考えようってのがあるね。はい、何はともあれヘビマズク襲来無事クリアということで、今回はここまでです。また次のイベントでお会いしましょう。